明けましておめでとうございます。ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はございません。それでは NHK の岡田記者、進行お願いします。 NHK の岡田です。明けましておめでとうございおめまでとす。うごよざろしいくまお願す。いいたします。それではですね、幹事社からの質問、憲政記者クラブを代表して、最初に質問をさせていただきます。新年の決意についてということで、2010年のスタートにあたり、知事の年頭の決意をお聞かせください。昨年は牛年は岩手の年ということでしたが、今年のキーワードがあれば合わせてお願いいたします。はい、ではまずキーワードはですね、希望維新、波線、希望郷岩手元年、波線ということで、希望郷岩手を目指す新しい長期計画、岩手県民計画が実質的にスタートし、そして、日本全体も政治、経済、社会を大きく転換していく中で、岩手からそういう変化を先取りしていこう、一人一人誰もが希望を持てるような世の中にしていこうという、そういう意味で希望維新、希望郷岩手元年というふうなキーワードでいきたいと思っております。それから抱負の関係で、今年は寅年でありますけれども、岩手にとって寅といえば沿岸地方の寅舞であります。寅舞は航海の安全や大漁を祈願するものでもありまして、私も寅舞の寅にあやかり、産業振興や安全安心な暮らしの実現に向けて、岩手丸の船長として全力を尽くして希望維新に邁進していきたいと思っております。それから今年の具体的な取り組みについて、基本は岩手県民計画の推進ということで、そして特に今直面する経済雇用対策をまず真っ先にやっていかなければならないということなんでありますけれども、中長期的に岩手の発展につながっていくような新しい希望の具体化や枠組み作りも今年はやっていきたいと思っておりまして、例えば地域経済活性化、地域振興関係では観光立県推進基本計画の策定があります。それから上海万博が今年はあるんですけれども、そこに岩手県として参加していきたいと思っております。あとは海洋関係の基本計画関係ですけれども、ジオパークですね、ジオパークの調査研究、これも取り組みたいと思っております。あとはドクターヘリの導入、そして救急搬送ルートの改善、空と陸と両方で県民の命を守っていくための救急体制の整備改善にも取り組まなければと思っております。あとは環境関係ですね、環境関係として新しい環境基本計画の策定が今年、予定されておりますし、CO2 排出権取引オフセットクレジット制度の導入促進についても取り組んでいきたいと思っております。今述べたことのいくつかは、来年度予算の編成作業の中で具体化を
全部だな、今言ったことは、今言ったことを含め、来年度予算の編成作業を通じて、経済雇用対策から岩手県民計画の推進ということにしっかり取り組んでいきたいと思います。以上です。ではこの質問に関連して各社から質問があればお願いいたします。盛岡タイムスの井上です。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。岩手丸の船長ということなんですが、はい、今日この瞬間にその視界とか、波風はいかがでしょうか。雪がちらちら余っているんですけれども、青空が、しっかり見えている。しかし波は高いというところを感じます。IBC の宿和と申します。すいません。今じゃ上海万博に岩手県として参加したいというお話だったんですけども、はい、これもう少し具体的に例えばブースを出展するとかその辺もしお決まりの部分であれば。今商工労働観光部の方から予算要求というか要望というか、部局案として上がってきているところはですね、上海大華堂というお茶屋さん例の南部鉄瓶を上海中心に中国でどんどん売っていこうっていう、その大華堂さんが出店することがこう決まっているんで、そこにこう連携してですね、鉄瓶はもちろんなんですけれども他のいろんな岩手の物産観光面も一緒に、宣伝すると。これですと普通に正面から参加っていうのはもうこれはもう締め切られちゃってると思うんですが、何十億ひょっとするとこう100億単位でお金がかかるわけですけれども、今商工労働観光部からの要求はこう1億円しないような要求が上がってきてるんで、そういう線でですね検討していきたいと思ってます。テレビ岩手の大型です。今に関連してなんですけれども、はい、改めて、その上海万博に出展する目的なんていうのをちょっと説明していただければ。はい、まず岩手の地域資源を発掘し県民として改めてその誇りを確かめ、そして県外全国そして世界にどんどんこう利用してもらおう売っていこうという中で、中国というのは非常に戦略的に重要であります。で私もトップセールスで大連に行ったり上海に行ったりまた香港とか、さらに台湾やシンガポールそういう広く東アジア東南アジア、も含めてなんですけれども上海万博に参加することで、まずその大中国という、市場にして、そういう文化を受け入れる大きなところにアピールすることができますし、万博ですから世界中から注目され世界中から人も来ると。それから万博っていうのは大阪万博がそうなんですけれどもこう後世語り継がれます。万博に参加すればですねそのことが後世に至るまで2010年上海万博には岩手県も来てたっけなっていうことでもうずっと歴史的にこう語り継がれるようになりますんでですね、そういう意味で、世界
に対するアピール、歴史に残るアピールということで、大きな効果があるんじゃないかと期待しています。では、他に各社から質問があればお願いいたします。河北新報の亀山です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。すみません、ちょっと、正月早々ですね、一部の、新聞社の紙面にですね、次回の知事選の方で、出馬へという形でですね報道されていましたが、知事の真意をちょっとお伺いしたいんですが、私も新聞を読んで、あ、そうなのかとこう思いましたけれども、まずこう応援してくださるそういう人や団体があるというのはありがたいことだと思っております。こう知事としての仕事を評価してもらっているのか、あるいは期待をしてもらっているのかということかと思っております。一方、自分としては、与えられた任期に集中して、仕事に専念することが基本と考えておりまして、その任期が終わった後のことは全然考えておりません。先ほど年度訓示年初の訓示の方でもですね、平成22年度からは県民計画の方がに基づいた政策推進が実質的に進められると、で、今後の10年とかそういったことを見据えながら、県政を運営していかなきゃいけないという話もあったと思うんですけど、さらにまた一部の、新聞社の紙面でですね、小沢幹事長が一期というわけにはいけないだろうというですね、コメントも出していますが、そちらについてはどのようにお考えでしょうか。まさにその今やっていることを評価してもらっているのか、さらに将来のことをこう期待してもらっているのかということで、ありがたいというふうに思っておりますけれども、自分としては選挙で選ばれ、県民の負託をいただいているのはこの4年間のことでありますので、そこに全力を集中してまいりたいと考えております。岩手日報の熊谷です。おはようございます。今年もよろしくお願いします。おはようございます。今の件に関連してなんですが、そうすると知事の任期は今年の春で1年切ることになります。で、何らかの態度をいずれにしても表明されることになるかと思いますが、年明けになると、また、来年になると多分時間がないと思われます。そうするといつの時点で態度を表明する今、おつもりなのかというのをお聞かせください。任期終了後のことについて考えてないとさっき言いましたけれども、それとの関係でその前後のことについても、これは考えていないというか考えないようにしているところであります。昨年の話なんですが、はいはい、久慈市長選の方でですね、北上の、遠藤さんが、出馬されたと思うんですが、その際知事ともお会いして、
まあ、なんていうんですか、激励とも言える言葉を受けたということなんですが、知事としてなんかアドバイスされたこととかあるんでしょうか。まず、北上の振興局長として大変よくやってもらっていて、地域の皆さんからも評判が良くてですね、こう西和賀の農村、山村地帯と北上の都市、工業地帯、うまく結びつけ連携させていくいろんな事業もこう軌道に乗ってきたところで、まずそのことを改めて評価し、まあ、一方で、民主主義国において、この選挙で選ばれるような役職に立候補するっていうことは、これはもう何よりもかけがえのないことで、ありますので、まあ、仕事を続けてほしい気持ちもあるけれども、その決意を祝福したいということを述べました。前回一関の勝部市長に続いてですね、まあ、2人目のですね、県幹部のですね、まあ、首長への出馬という形になったと思うんですが、まあ、その祝福する一方ですね、県のまあ組織にですね、支障とかは出ないんでしょうか。先ほどおっしゃったように、北上新故郷で優秀なですね、まあ、成績を何ですか、成果を残されたという方がですね、まあ、この、まあ、雇用とかいろいろ大変な時期にですね、抜けることに対してですね、県政の影響というのはどういったことを考えていらっしゃいますか。民間の企業などでも選挙に出やすくするために立候補する人は休職扱いにするとかですね、そういうどんどん選挙に出ることを促すようなことが必要じゃないかっていう議論があるくらいでありまして、民主主義の発展のためにはそういう地元の希望とかそういうこともあって出馬するっていうことについては、どんどんやれるようにしていくっていうことが民主主義の発展のためには大事なことだと思っております。県の行政というものもそういう大きな民主主義の中で、存在しうるものでありますから、大きな民主主義の発展ということと行政の在り方ということを比べれば、それは民主主義の発展の方が優先されると思います。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。共同通信の柿本です。新年早々、あまりいい質問ではないかもしれないですが、小沢幹事長 の、 資金管理団体陸山会の不記載問題ですね、土地購入費の不記載問題で、通常国会で当然野党はそこを追及してくると思うんですが、小沢幹事長ご本人、当時秘書でいらっしゃった石川、衆院議員ですねらの説明責任というかですね、どういうふうな説明を期待されるか、まあ、国会の中でも外でもよろしいんですが、 お考えを聞かせてください。まあ、私も新聞等で読むだけでありまして、まあただそこでも何か巨悪につながっているかのごとき、まあそういう疑惑として取り上げられていることが多いようではありますけれども、そういう具体的な巨悪については特に指摘はされていませんし、まあ、昔から、
それこそこう自民党幹事長時代からいろんなこうそういうことは取り沙汰されていたわけで、こう新進党とか自由党とかの際にもこうかなりまあ政敵のようなところからいろんな疑惑のこの疑いはかけられたけれども、全然確証のある話ではなかったということがあるので、まあ、そういう巨悪のつながりみたいなことについてはそういう今までと同じパターンなのかなというふうに思っていて、ただまあそういうことでも国会で追及したりすることはそれは質問者の判断だったりその野党としての方針だったりそこはまあ自由に行われればいいと思っております。また具体的な政治資金規正法上のそのある年に書くべきものを次の年に書いてたとかそういったことについてはきちんと実態が明らかになってですね、で訂正が必要なら訂正、されるべきでありましょうし、まあ、その必要がなければそういうことだというのが分かるようにそこは当局による取り調べも行われているようでありますけれども当事者側もそこに対してきちんと協力をしていくべきだと思います。質問の方はよろしいでしょうか。はい、では以上をもちまして記者会見を終わります。はい、それでは今年もよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。